の夢追い人は長野市でカフェを経営する高橋かなさんです。 JR 長野駅からほど近く、長野市南千歳に去年オープンしたカフェ N4.5 です。街中に根付くカフェということで、ちょっとスタイリッシュな感じにどうしてもしたかったんですよね。好きな空間で美味しいコーヒーを飲んで、美味しいデザートを食べて、でまったりこう自分の時間を楽しむというか、それがカフェの良さだなっていう。もともと東京で働いていましたが、結婚を機に長野へ移住し店を開きました。お酒も楽しめ、昼も夜も立ち寄れるカフェです。結婚でこっちに来たんですけど、その時にその夜カフェができるお店っていうのはどうしてもないなと思って、まあ、自分が行きたい場所を作りたいなっていうきっかけでこのお店を作ったのもありますね。店を代表するメニューが香り豊かなエスプレッソ。松本と金沢で焙煎された2種類のコーヒー豆から選べるのがこだわり。どちらも高橋さんが作り手と出会い感銘を受けたというコーヒーです。一つ一つちゃんと出会いがあって、ストーリーがあって、その方がやっぱりお客様にもきちんとこう伝えることができるので、そういったところにファンの方たちが今ついてるのかなっていうふうに今思ってます。作り手の思いを知って自分が惚れ込んだ商品を扱う、こちら大町さんのハードサイダーもその一つです。信州で暮らすようになり、地元には魅力的な生産者が数多くいると知りました。若い子たちも輝ける場所をなんか作りたいなって、おしゃれな空間であればそこで働きたいっていう子たちも多いだろうし、あの地元にこういう美味しいものがあるんだなとか、どん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 発信していきたいなっていうふうに思ってます。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。中小企業の元気のために、私たちは一生懸命応援します。長野県信用保証協会です。